笑いよ、笑ドックス、今回はね、How to roll。 では早速、ボンズの基本中の基本、巻いていきましょう。まあ、基本中の基本といってもね、それぞれやっぱ巻き方がありますので、まあ、特に僕なんかはね、細いやつ巻きません、絶対に。そんな細いやつ飛ばないのでね、まあ、今日は CBN をゴリッとね、しっかり巻きたいと思いますので、綺麗にささっとね、巻いちゃおうかなと。まあ、手際の良さもちゃんと見ておいてください。今回使うアイテムはこちらです。今回はこのベイプマニアさんのね、オージクシュエキストラストロング。はいはいはい、怪しいの入ってますね。これをね、ちょっと、開けたいと。出ました。匂いは限りなくあれです。この危ないものをね、このローペーパー、僕は基本ね、こいつは使いません。ロングです。やはりね、太いのをパシッと巻いて一人でバーンス、これは最高なんですよね、やっぱり。で、まあ、クラッチャーローペーパーのね、こっちを使わせていただきます。早速巻いていきましょう。まずはね、クラッチを作ります。1枚取ってね、だいたい僕はどうかな、この 2,3 ミリぐらいをね、基準に一発目をね、こう折ります。ね、僕はだいたい 2,3 回こう折ったら、そのままね、くるくるっと綺麗にこう優しく巻いていきます。だいたいこういう感じだよね。こう口にくることを想像してね、このままもパッといけるぐらいの、まあ、やっぱこの綺麗にね、折らないとちょっと肺がね、入ってきて肺にならなくなってくるのでね、やっぱちょっとね、肺に溜める際はね、綺麗に吸いたいので、そういう雑味をね、こうクリアにしていくためのフィルターです。で、まあ、さっきも言いましたように使いません、あのちっちゃいのは。大きいやつ出しますね。やっぱちっちゃいのは確かに巻きやすいんだけど、大きい方がね、あの吸いやすい、うん、ただそれだけ。僕の場合は、まあ、こう左手にね、僕は右利きなんだけど左で巻きます。結構意外と少ないんだよね、こっち側でこう巻く人。まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、まあ、これは蓋を開けます。まあ、どうでしょうね、素人の人っていうのは、初めましてって人はさ、やっぱこういうとこにこう出さないと巻けないんですよね。まあ、僕の場合は見ます。あ、これぐらいですねと感覚です。もう大体もうパンパンでのしちゃったら、もうそのまんまこうちょっとね、こう茎とか出します。あの飛びに影響しますんでね、はい。まあまあ、もうのしたらもうこのまんまザクッとね、なんだろうな、こう上から下にこう下ろしていくっていうか、坂道にしていくっていうかね。まあ、それを理由はね、こう下からくる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 っとこう上に上がって上げていくとね、ちょうどいい具合になるんですよね。で、そのまんま綺麗にこう折り込んでいきますね、ここ。そうするとこの糊がね、つけるとこがあるんで、まあ、舐めてパパパパッとこうつけます。まあ、ここはやっぱ綺麗にゆっくりつけないと、やっぱ口元がね、大事なんで、キュッと締めさせてもらうと、どうでしょう、こう簡単にね、手でククククってやって、ここの密度をね、ちょっと調整します。そうすると、あ、どっから見たことありますね、バリーボーンズがね、よく持ってるバットですよね。もうバットみたいな、こうジョイントでこうするとね、まあ、基本的にいい感じで飛べます。まあ、簡単に巻いてこれぐらいがやっぱ綺麗にね、できないと美味しくやっぱ吸えないので、まあ綺麗に巻いてもらったら、次は着火です。負けてしまいましたね。なので、そろそろ着火したいと思います。まあ、俺はね、基本的にこう巻き終わった後は、まあこう横からさ、綺麗にこう、おしゃれなやり方しちゃうよね。まあ、これでね、火つけます。最初の火が肝心だから、やっぱここの火玉をさ、しっかり作らないと、燃えていくときに片燃えしちゃったりするから、ここはね、やっぱ草とね、相談してください。うまいね、ぜひお母さんと吸ってください。これが俺のHow to roll。
Christmas.